今回紹介するのは「北岳山小屋物語」という本です。この国で山小屋を維持していくことの難しさ小屋の管理人たちの人生や日々のロークなどなかなか普段は目に見えないことが詳細な現地取材で明らかにされている小屋物語と言いながら人間の物語である山登りの好きな人はもちろんのこと。 これから山登りを始める人にも興味深い一冊だ山系の書評を見て書店で解読料さらに初夏に保存するため注文しました山は死に近い場所登山をする方なら感じたことがあるはずそんな場所で何かを求めて登ってくる人々を迎える側に回る山の厳しい世界と少なからず生意への足しにしたい参考者との間を それぞれの身を削る努力でつないでいく小屋の人たち容赦ない自然と人間と著者が見て聞いてつづったのは両者の橋渡し通訳の場なんだなとかみしめました山の匂いを愛する人自然を愛する人にはうなずきの多い作品でしょう山小屋に行ったことのない方にも想像が膨らみ気持ちが伝わると思います以上、興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。